はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安田でございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安すのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今回はですね、造血幹細胞移植の再対決バンクのお話でございます。そして今回もですね、造血幹細胞移植のおさらいから始めます。造血幹細胞移植とは、正常な血液細胞を作れなくなった患者さんに、ドナーさんからもらった正常な造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して、正常な血液細胞を作れるようにさせる治療法です。そんなね、造血幹細胞移植の再対決バンクのお話です。再対決バンクは、産婦から提供された再対決を冷凍保存して、造血幹細胞移植が必要な患者さんに仲介提供している機関です。産婦っていうのはね、お産したね、お母さんですね。そういった再対決提供希望者が再対決バンクに再対決を提供してくれます。それを待っている患者さん側は、条件を満たした再対決を検索して申し込みます。そして再対決が提供され、移植を行います。再対決バンクによる移植症例数はですね、2016年の時点で1万3000件を超えております。それから3年で、今は2019年ですので、もっと増えているでしょうね。主にどんな患者さんがされるかといいますとですね、骨髄移植と、末梢血幹細胞移植のドナーさんが、いてなかった場合に行われることが多いようです。ね、またね、骨髄移植もそうですし、末梢血幹細胞移植もね、そうなんですけど、それをこう、もらえるはもらえるんですけど、やっぱりその、前回もお話しした ABDR 型っていうね、その、遺伝子の方がね、合わないと、もらえるものももらえないんで、そういった方が再対決バンクで再対決をいただくことになります。これが再対決バンクの一連の流れでございます。骨髄バンクの流れと変わりはありませんが、移植を行うことができる可能性が広がっているということなんです。いや、でもね、やっぱ嬉しいですよね。そうやってね、提供していただけるということはですね、ほんまに生きる可能性が広がるっていうことの、助かる可能性がね、広がるっていうことなんですからね、どんどん皆さん、赤ちゃんを生まれた方は、ぜひとも、再対決といいますか、胎盤ね、胎盤と再胎を、これを再対決バンクに提供しますっていうふうに一言言ってくれたら、ひょっとしたらね、病院が動いてくれるかもしれないのでね、それで皆さんで命をつないでいきましょう。今回は再対決バンクのお話でございました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にね、このやっすーの動画、やっすーのチャンネルが届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。